無能な学者を揃えて応用学者とはもう言えない、極学汚染と科学と医学をもう徹底的に無視する、もうこんなことあってはならない、科学技術立国でしょう、ね、科学と医学を無視して何か医療を荒廃させてめちゃくちゃだ。これ夢が現実へと捉えて心血管系の吸収がどれだけあるかを見てる。このワクチン打って血圧が上がってきたみんなワクチンのせいですよ。このワクチン2000人ほぼ2000人だけどこの数倍は死んでると思う。ほとんどが泣き寝入りしてるんだから、泣き寝入りだって、ね、たまたま司法解剖して分かった人についてこれ意見書出すとほったらかしてないの。何やってんだってことは隠蔽したくてしょうがないんですよ。この事実をかって薬害がそうだった。川田さんものすごくそれを苦しんだんですよ、ね、だから何としても薬害を根絶しないといけない。この国は薬害からレッスンを受けてもう二度と薬害ができない国になってるんです。だけどそれを強引に無視して何兆円も使ってこの悪人をワクチン輸入して国民に扇動して、だからちっとも収まらない。